はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回はアヘ編デッキですね。変化球キャラ6人を、連れてきて、で黒金商業でやっていきますので、まあ、いわゆる黒金アヘ編デッキというのをちょっと試していこうと思います。で、初期能力でシンカーがもうすでにあるじゃないですか。葵ちゃんをね連れてきているんですよ。で、葵ちゃんを連れてきてのシンカーなんで、ここがねちょっと、ショックなところではあるんですけれども、デッキはこんな感じですと。全員変化球キャラになってます。で、黒金アヘ編デッキのポイントはもうとにかく変化球ポイントを稼ぐと。で、6人いるんで、もちろん変化球ポイントっていうのはかなり稼げ出すんですけれども、他のね、ポイントが全然不足がちになります。で、筋力についてはもう球速は上げない方向で、主に技術ポイントがね不足するんですけれども、技術ポイントについては、技術変化球 DVD で、変化球ポイントを技術ポイントに、まあ、変換するという作業をやります。で、それは、このデッキだと立川が、タッグを組んだ時にくれるので、特にね売り出しを待つ必要はないというところですね。で、もし立川とか、まあ、そういう技術変化球 DVD をくれない編成だと、その DVD が売られるのを、まあ、ちょっとひたすら祈るというところで進めていく形になります。で、上3人が後イベで、下3人が前イベになってます。で、クオン君が強心臓で、立川が怪物球威で、葵ちゃんがマリンボールで、神楽坂君が脅威の切れ味で、上高がドクター K で、暗黒スバルがガラスのハートというような形になってます。じゃあやっていきましょう。で、いきなりコツが来てるといえば来てるんですよね。あー、スバルか、いいね。まあ、あとはねやっぱり黒金なんでお金稼ぎですね。これがどこまでうまくいくかというところで、いつもね暁台でやってた時は精神がねダダ余りしてたんで、まあ、クオン君の強心臓も余裕で取れてたんですけど、今回はねちょっときついかなと。まあ、ただ立川とかがねタイピンを持ってるんで、タイピンのコツはやっぱり5で掴みたいですね。で、またスバルのコツがあるんですけど、逃げ球はもう絶対この経験点だと取れないんで、もうこのままちょっとコツを踏みましょう。まあ、逃げ球が来たら来たで全然いいので、これは練習か。変化球ポイントと、やはりね金儲けなんだよね。金儲けとあと売り出されるものですよね。これがハマればだいぶ強くなるんですけど、まあ 10% なんで、とりあえずクオンクの評価を上げとくか。一周がねどうしても金儲けで体力を回復する感じになるんで、まあ、そこをうまく調整しつつ練習するといったところですね。黒金はあ、3人いるね。まあもちろん最初なんでタッグは組めないですけど、ちなみに5人タッグとかねやったことないっすね。未だにっていうか、アヘ編デッキ自体が全然俺やんないんで、まあ、今回ちょっとねやってみようということで、まあ、こうやってやってるんですけど、こうだからね、うまい感じに説明してくれになっちゃった。うまい感じで進んでいくかって言われるとちょっと怪しいところはありますね。自分が慣れてないんで、そもそもこれはマネちゃんとバイトしとくか。監督なんかにね金任せらんないよ。よし、とりあえず大儲け大成功、70円。体力減るのがね、あ、これはもうじゃあお疲れにして体力を回復させようで、タイピンのコツをつかみつつで、そうするとね4でもいいか。1回タイピンのコツが来れば4になるんで、そこで使うんちゃうのもありですね。で、購買部パワー注射買っとこう。で、タフドリンクは10円だから。で、アロマオイルはなんとなく買っとこう。で、今回可愛い指輪とかいらないでしょ。で、精神は買っとく。30円のも手出しとくか。スポーツ、あー、しまった、購買部会員券なんで2つあんのこれ。これはでも欲しいよね、買っとこう。210円貯めて買って、で、1個は取り置きしておこう。どうしようかな。葵ちゃんの評価があれだね、まあ、コントロール
技術が不足するんで今のうちに貯めておきましょうか。でまだ全然タックができないと思うんで、でかい金儲けが多分できないんだよな。9月の3週でここ3人いる。で今いくらだ、練習の画面だと今いくらっていうのか分かんないのか。ただ金を使い切るとね投資とかができないんでね。あダメだ、これもう取り置きしてもらおう。1個取り置きしてもらって、これは買って、次の月へ行きますか。ここに誰もいないね。1桁か、1桁だったらちょっとな、やっちゃってもいいかもな。 9% か変化球は。葵ちゃんと神楽坂くん足りてないからな、やろう。よしで、外ここら辺から体力が減り始めるんで1回寝る必要はあるかな。やっぱりこういう牽制ってサインするんだね。マイライフやってるけどそういう仕草全くないんだけど。どうしようかな。ゆかり様とバイトはね体力が減らないっていうのがいいんですよね。ちょっと一発狙うんだったらゆかり様に金を預けるっていうのもありだけど、ありだけど、どうしようかな。無難に行こう。よしよし、オッケー。で1回精神を除いて、もうすでに来てるね、3人いるけど、まあタックが組めるのはねスバルだけなんで、あそう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 。でアイテムの方なんですけど、今回お守りが必要ないじゃないですか。で招き猫は持ってくるとして、あと1個ねどうしようかなと思ったんですけど、いざタックが来た時に体力ないよって言うとショックなんで、まあドリンクを持ってきてますと。でさすがに今はね使わないんですけど、であとはまあこっちのジュースとかもあったりするんで、まあ、もしかしたらあんまり必要ない可能性はありますけど、一応。まずこれを買って、60円か、多少は取っときたいからね、やっぱり。一応精神だけ見て、寝よう。こういう時にね、3人集まってくれるんだけど、いざタックができるようになったら、なかなか来ないっていうのがね、あったりするからね。前指がそうかちょっと重たいのか。ノリノリで芝居を続けて打たれ強さをもらいましょうと。で来てるねやっぱり。クオンくんが組めないけど、やっぱりねスバル得意練習率アップついてるんで、今回はねなかなかいいと思うんですよ。この得意練習率アップはねやっぱりね優秀ですよね。逃げ玉取ろう。あとはやっぱりねキレだね、キレキレをもらいつつ敏捷ポイントも取らないといけないんで、コントロール、まあ、コントロールもね欲しいコツではあるので、クオン君は特にコツを持ってるわけじゃないのでポイントをもらいましょう。まあコントロールで技術が稼げるんでいいでしょう。まあ何より評価上げですよね。一緒に練習すると評価が上がるんでタックにより近づくと。で、立川の怪物キウイ、これがどうかね、成功するかね。で神楽坂くんの金徳1回目ですね。神楽坂くんなんでこんな公園みたいなところでさ練習してるの。碇守るみたいにさ、なんか専用のグラウンドみたいなのあってもさおかしくなさそうだけどね。これは岩井くんに頼もう。岩井くん最近失敗してるんだよな。よしよしよし、ありがたい。で葵ちゃんの体力を削ってくると、幻の1球金徳の1回目ですね。でまあ先にこれが発動してくれればっていうか、マリンボールは無理して取る必要ないのか、キレを取ればいいのか。ダークネビュラを取りに行って、まあ多分ガラスのハートなんだけど侵入する買っとこう。一応そうすると進化を鍛えつつ総編を上げていきますか。
あとは特にいいかな。ここら辺の DVD も特に必要はないんで。サノーストレッチマシーンとかもな、いらないからな、別に。ここにいっぱいいるけど、別にここじゃないっていう、ここじゃないっていう感じなんだけど、まあ、コントロールコツはね、全然、5で押さえていいんで、っていうか、そもそも潰せるコツじゃないんで、コントロール。で、クオンくんの1回目ですね。これは、まあ、やる気が減るけど、ポイントがもらえる感じでいきますか。うん、技術精神、技術精神今回は欲しいですからね。これどうしようかな、練習試合にするか飲食店にして体力を回復させるっていうのも、まあ、ありっちゃありなんですよね。飲食店にしよう今回は。お、いいねいいねいいね、100円。葵ちゃんはまだか、まあ、緩急は掴んでおきましょう。よし、で4周。タッグが来てる、まあ、1人か、スバル1人。メンタルに誰もいないのか。神高がまだだね、どうしようかな。次がね結局また回復になるんで、かといってジュース使うのはまだもったいない気がするんだよな。ちょっとここは1回メンタルをやるか。よし、これで変化球レベルが下がるとちょっとショックだけど、岩井くんに任せるか。また新流石ありの岩井くんだからね、うん、まあまあまあ儲けてくれるだけでも全然マシだな。立川がわりかし進んできたね。かといってね、別にね筋力ポイントがあるわけじゃないんで球速とか上げられないんですよね。もうこれはこのままいきましょう。で一応購買部を除いてデラックスは買っておくか。ちょっと高いけど、あとは尻上がりとかな、買って押さえておくっていうのもありなんですけど、パワースナック買おう。これで多分みんな行ったんじゃないか。神高も技術強化極意書も欲しいんだよね。足りなくなるからね、買っとこう。尻上がりはちょっと一旦置いておこう。あとの練習次第、タックが来て一気に金が稼げる可能性もあるんで、神高、これはやっておくか。うん、神高だよな。でスライダー骨がもらえればスライダーも上げていこう。スライダーとシンカーを上げつつダークネビラを取ると、低め。今のところ葵ちゃんも進んでないからな。さてこれで1人か、コツか。これはねどうしようかね。1人だったらコツっていうのもねありなんすよね。とりあえず低めは潰すと。でそうするとあと神高は奪三振とスライダーと、まあ、結局ポイントももらえたんで全然いいでしょう。でクオンくん2回目が進んでますね。本当はねなるべくクオンくんのイベントは後の方で起こってほしいんけど、3回目がね6月以降に起こるとだいぶいいんですけど。で筋力ポイントを稼ぎましょうと。もうここはしょうがないですね、クリスマスは。あとはどれだけタックが来てくれるか。いいね、122、金がだいぶもらえるぞ。ちょっと待って、金が100円入るからそれを見越すと尻上がり取ってもいいな。これどうする、筋力強化。60円はちょっと高いな、取っときたいな金は。よし、このまま行こう。2人でこれだからね、5人とかねやってみたいよね本当に。あと一応立川がねてくれれば DVD をもらえるんで、あこれもう無理だな多分ダメだ逃げ玉、そうだここでも逃げ玉あったけど、まあしょうがないっちゃしょうがないかな。い
や立川さんはね本当厳しいよね。体力を回復させましょう。タッグを踏めるように大凶。マジか、なんかつく寸前罰とかそういうのがつくのか。そしてこういうのってね結構消し忘れるんですよねどうする。ちょっと流れが悪いからあんまり博打はしないで堅実に行きましょう。堅実にバイトをする。初売りと、でまあ良かったですねと。牽制、牽制もただね臨床ポイント必要になるんでね、これどうしようかな。あんまり体力減ってないからね、これは今回じゃあ断るにしましょうか。うわーどう、おーいいね。まあわりかし経験点もらえますよね。ジュースは買っておこう、ジュースは大事。古びた壺も買っとこう金のために。あとどうする、別にいらないんだけど技術は買うか。精神強化聖典とかね、金あるから買っとく。タックも来てたしね、もう買おう。90でコツあり。葵ちゃん、あれ葵ちゃんって緩急もらったんだっけ、もらってないんだっけ、忘れたな。あこれは掴んどこう。よしで、そうそう、じゃあ少し進化を上げますか。進化を、まあ、4くらいにして、で本当は第2球種も覚えたいんだけど、神高さんがねスライダー骨をくれないんで、まあ最悪スライダー骨は無視していいかな。可愛い指輪とかマジいらんを売っ払うかだよね。可愛い指輪っていくらで売れるんだ、超安そう。まあ、これは練習に集中しましょう。まあ、クールにやってね、モテモテをもらってもしょうがないんで。あとは立川さんよ、立川さん、神楽坂くんのコツがあるのか、どうするかな。やっぱコツはちょっと欲しいよね。で神楽坂くん来てるから、リリースと勝ち運は掴んでおきましょう。尻上がりももう2でいいや。リリースと勝ち運とで 0% か。この体力量で 0% か。玉持ち、ここでさらに体力が削られる。これは1回寝ていいよね。1人、まあ、1人は一緒。一応購買部最後覗くか。なんかあったっけ、なんもないんだよね。金が溜まってきたな、やっぱり練習で金が貯められるからな。よーし、ぶん殴ってやるぜこの野郎。頼むぞダークネビラ。もういいや、スライダーを取ろう。いやスライダーじゃなくて4球種覚える方向でいくか。でシンカーはだってもうあるでしょ。でフォークはダークネビラになるからシュートか。そうするとシュート覚えよう。で金儲けと、金儲けはやっぱり安定を重視でいこう。今回は安定重視で。どれが安定だ、マネちゃんかな。マネちゃんはねかなり成功率高いと思うんですよね失敗した成功率高いと言いつつ失敗する。それが金儲けだ。うわーしかもひどい、これマジひどいよな。誰だよ、もう犯人見つけてぶっ飛ばしてやってもいいと思うんだけどね。パワースナックとかももういらないからね。かわいいぬいぐるみもいらない。30円系は買っとこう。折れ線棒グラフって何速球中心とかマジいらんわあんまりいいのが売り出してないね。2人プラスクオン、これはどっちがアイテムくれるんだ。あクオンくんってあれか、精神変化球 DVD くれるんだ。いやてか立川立川くんなかったな。精神はね変えるほどの余裕はないんでさすがに。立川神楽坂くんいいね。まあ、これも葵ちゃんのコツが来てるけど、これはもうこっちでしょう。
100円以上もらえるからね。金金金金。神楽坂くんかい。立川早くくれーっていう。特に技術強化設定買っちゃおうか、金あるし。精神買っちゃおうか。筋力も足りなくなるから買っちゃおうか。本当大丈夫か。で特にタックが来てるわけじゃないんで、ここもまた寝ますか。で変化球シュートを上げておきましょう。さてさてさて、なんとなくスタミナを30にしとくか。あれが分かんないんだよな、神高のドクター K が球速なのか変化球なのかコントロールなのかスタミナなのか。スタミナってことはないと思うけど。いいねハングリー精神。これはちょっとマネちゃんリベンジ。上長かアイテムが欲しかったけどな。これはグレートエコノミーなんだっけ。あ違う違う違う、金もらえるやつだ。金をもらおう。黒金はとにかく金だ。金金金。清掃に目覚めたわけじゃなく金に目覚めただけだけどね。これはスバルに行かせよう。自分で行くとねなんか微妙な反応される時あるからね。タックが来ないね。ちょっとこれだけいて変化球に誰も来ないってどういうことよ。牽制がやたらあった。あ達人の極意がある。一応これちょっと努力してもらおう。じゃあそうすると達人の極意をとりあえず目指すか。でここはどうするよ。一旦メンタルをやって回復させてタックに備えよう。これだけ人がいるんだから。アイテム、あれかもういっぱいだったんだ。何売るこれ、何がいい。マッサージ機ってどんくらい高いの。これキャンセルできるのかな。DVD とかが高そうだね。精神変化球 DVD はいらないと思うんだよね。あダメだこれはあれだ、キャンセルできねえわ。100円か、まあいいや売ってくれ。よしよしよし、ありがとう。タックが来てるね。2人、2人か3人とか4人とか5人とか。630円、まあ、買えるときに買っちゃおうか。こういうのはセンス丸すぐ使う。よしよしよし。で可愛い指輪とかマジいらないでしょ。で佐野ストレッチマシン使うか。持ってても別にって感じだからね。であれなんかついたっけ。爆弾忘れたわ。まあいいわ、ズキってなったら使おう。あとはちょっと立川さん本当に、あーマリンボール1回目来たね。これはもうキレを取りに行きたいけど、神高も1回目か。だいぶ削ってくるねやっぱり。コツ、寝るか。さてもう4月になってしまったけど、いまだにダブルタックしか来ないね。これだけの人数がいて。じゃあこれは岩君に任せるか。よしよしよし、ありがとう。スタメンがあるからね。スタメンが気分転換をして、葵ちゃんはキレを取りに行こう。キレを、自分への悪口とかね。なんか言われたら嫌なんだけどな。10円系は買っておこう。新竜石はもうさすがにいらないから、ちょっと今回は金を貯めておこう。2人、まあいっか。で立川ありがとう。変化球技術 DVD、 あれこれあれか、
変化球を技術 DVD に変えるから先に来るのが変わるっていうか、なんていうの、なくなるやつか、後に来るのが増えるやつか。あ、ちょっと待って、いつの間にかこれダークネビュラのイベントになってんじゃん。投げろ、スポーンじゃねえよこの野郎まあ一応やっていきましょう。もう本来ならこの時点でさようならっていうあれになるんですけど、3周目はちょっと精神で回復させて4周目。これはもういいわ、別に進化をマリンボールにしたところで大したあれじゃないんで。まあやめておこう。どうこのキレこれは一応3つかめるのか。で投手討論も来ましたと。あれ投手討論ってそっか内容変わるんだよね。打たれ強さ、1人スバル、どうしようかな。パワージュースがわりかしこれだけだと多分足りないよね。 G を使ってしまうか、ここまで来ると。でまあワンタックだけどやりましょう。4月なんでね、余らせておいてもしょうがないっちゃしょうがないんで。俺の考えた練習にしよう。で金儲けと。わりかし金はあるね、わりかし478円。ただこれで200円が丸々なくなるとちょっときついよな。どうする、岩井くんに任せよう。おー、どんだお前さ、俺の渡した100円でレギュラー勝ち取ろうとしてんじゃねえかな。大損だって言って。いやさすがだね、神楽坂くんのね成功率はもうさすが。一回ちょっとパワージュースは買っておく、練習できる可能性があるんで。で練習を見ると1人だ、金が足りないんで、金が足りないっていうか金が欲しいんで、これは G を早速使おう。で少しでも金を稼ぐと。変化球レベルが上がってくね。さあ俺いくら持ってる、400円か。まず100円で全員蹴落とす。残ったか。よし、とりあえずなんとかなったな。これで体力も回復するんで、あとは3人タックすら来てないよ、3人タックすらみんな1人ずつ。で神高は3回目か。まあただタックはわりかし発生するよね。 3% もね、怪我するっちゃ怪我するんだよね。あとは3球種目を覚えたらポイントを技術に回すか。コントローラーもあるね。 C くらいまで上げておこう。でフォークを裏に覚えとくか。よし。でコツあり。 3% いけるか。ジュース使う。 2% で怪我したことはあるからな。タフドリンクを買ってしまった、間違えてちょっと待って、ちょっと待って。タフドリンクを使おうと。じゃあでパワージュースを飲もう。よし。でクオン君が変化球ポイントもくれますと。で5月の4週か。ちょっともう1週待っていただきたかったな、クオン君には。公園へ行きましょう、しょうがないから。で大金は今いくつになってんだっけ。まあ少しかしょうがないよね。
一応見よう。ガラスのハート。ガラスのハートは無理だ。タイピング1か。重いね、そうすると。これはもうマネちゃんに任せよう。よしよしよし。タフドリンク。まあいいでしょう。さて、ラストだね。でしかも神高くんのいいね。全然鍛えてないけど体力が奪われた。スポーツジムチケット、あ、そっか、スポーツジムチケットも使わないとね。使ってタフドリンクも使って、なんで俺タフドリンク持ってたんだ。打点って何、テンポ丸か。精神は使おう、これも買おう。打点買っとく。もう最後だからね、アイテムを補充してもらいたいから、スタミナスパイク買っておこう、後で使おう。まあ、こんなもんか、半分買えばいいはずだから。ここでワンタックだけど、ワンタックだけど、このジュースは使っちゃおう。で、葵ちゃんと練習しよう。10円。お、いいね、ここで体力を回復してくれるのはありがたい。変化球ポイント的には今どうなの。300か。300ね。で、まあ、444あればとりあえずいいでしょう。169。あ、全然あれだな、まだいけんな。変化球1人。しょうがないよ、来ないもんは来ないんだから。甲子園行く前あたりに変換すればいいかな。とりあえず重い球くれた。怪物球威はくんないけど。コツが来てるね、コツが来てるね。そうだ、敏捷ポイント全く稼いでねえわ。いくつ必要今のとこ。脅威の切れ味12、2回か。まあ、葵ちゃんから切れもらっといてよかった。これマジ嫌なんだ。あともう一個あったよね、それ寸前があったよね。寸前後の22回、これはちょっと消しとこう。もう安いな、危ない危ない危ない。で、どうする。まあドリンクがあるからとりあえずいいや、やっちゃおう。まずはもう一回守備練踏んどかないといけないんだよね。今ちょっとな、やってもしょうがないから練習を優先させよう。めちゃ減るなこれ。あ、根性とかつくんだ。一応回復した。あ、ここに来てちょっと待って、263でしょ。どうするよ、ちょっと待って、すげえ悩むな。変化球をどうする。もう一球種あってもいいんじゃないか。この本当にな、スバルが失敗したのが痛いよな。あと何がない、カーブとかか。カーブ系を1個、たっか。カーブを1回覚えて、カーブを1個覚えて、ここで練習して、練習して変換しちゃうか。で、そうするとアイテムでもうこれはちょっと使っちゃおう。マックスドリンク、よしよしよし。3人で263か。ただクオン君入りだからね。これがもう少し神楽坂くんとか神高とかだったら。で、黒金はまあ強いっちゃ強いけど、まあ今回は打撃操作でいきましょう。もうガラスのハートをもらっちゃってるんでね、もうしょうがないっちゃしょうがないんで。350か。350で変換しちゃうか。で、あとは試合経験点と練習でまた変化球を上げていきましょう。このね、技術にね、変換するタイミングとかがね、いまいち分かんないんですよね。まあ、ここは
何回もやって慣れるしかないと思うんですけど、まあ、ミート D のパワーいいか、持ってけるかな。やる気がないね。持ってけないかな。どうよ、いかない、まあ、とりあえず1点取りましたと。絶好調絶好調何ウエストしてきた。モリキ君が足速いのか。てかみんな足速いね。こいつさ、スポーツジムチケット使ってこの能力か。よくよく考えれば。取れるときに取っておこう。この場面でウエストしてくる。あれか、スクイズを警戒してんのか。ワンアウトだから。あとはもう自動に進んでくれれば一番楽に失点してるよ。持ち強い、持ちの力を見ろ。神高に変わってる。そういやスタミナ全く上げてねえわ、まあ、リリーフかな、作るとすればやっぱり。一旦スタミナはいいにしておこう。さすがにきついからね。スタミナをE にして、であとは購買部行って、あスタミナスパイクとか持ってたね。変化球技術 DVD はもういっか、もう使おう。でまた変化球を稼ぎ出そう。2人いいね、111あるし。で技術はまあとりあえず B に上げときますか。コントロールを B に上げてタックをやって経験点を稼いで変化球を上げていこう。ただこれでもう5人タックとかが来たらうわーできないぞーってなる。2人 9%。 これねやっぱね次とかにね期待しちゃうんすよね。カーブ2にできるかな。カーブはとりあえず2にできますと。やる寝る悩みどころだよね。キューパーダブルタック、クオンくんか。クオンくんだからな。寝よう。これが吉と出るか凶と出るかは分からないけど、そればっかりはしょうがない。そもそも勝てるかどうか分からないからね。不吉なことを言うけど、球速を140とかにはしておきたいけどな。まあなんとなくだけどね。やっぱねガラスのハートがね痛すぎるんだよね。黒金先制のチャンスを迎えました。パワー S めっちゃ振り遅れたな。ヒット黒金まずは1点先制。宝塚くんめっちゃ強いわこいつら。進んでいくな。サクサク早い早い早い。いいねいいねいいね。46か。これだけサクサク進んで46手に入れば上々だな。いいバッティングだな、いいバッティングでな、いいピッチングをしたんだな。で結局何にも来てないな。葵ちゃんかクオンくん、技術はまあいいでしょう。とりあえず精神で変化球ポイントをもらおう。体力も減らないしね。これで甲子園3回練習できるかな。ただあれなんだよね、変化球練習めっちゃ体力使うんだよね。ダブルタック、神楽坂くん、神高いいね。ついでにスカウトさんもいると。あれスカウトさん評価どうなってるっけ。今一回なんかこいつはすげえみたいなこと言ってたよね、変化球練習やった時だっけ。なんだかんだで219ポイントか。もう1個くらい上げられそうだね、うまくいけば。でエピローグポイントがねないんでね、そこはもうちょっとしょうがないっちゃしょうがないんですけど、どうなのかねこれ。彼女キャラ1人入れて5人で座って入れられてるし、タッグを組んでいくっていうのもありなのかな。そういう半端なことするんだったらでも6人入れた方がいいのかな。黒金
でも結局さ、確か6人とかってタッグ組めないですよね。5人が最高だと思うんだけど。でも6人中5人来ればいいって話か。5人中5人来るっていうのはなかなか難しいけど、マジかよ。持ち、お前作ってかかってる。今日全く打ってねえじゃねえかよ。俺がヒーローにしてやろう。さすがだな、この打線は。まあ、タックは起きるよね。ダブルタック、神楽坂くん、こっちか。ちょっと待って、どうなってたっけ。僕のガラスのハートはちょっと、いやもう強心臓は無理だわ。最近来なかったな。あ、しまったしまったしまった、これだ。忘れる、絶対忘れる。ちょ、もったいないけど、もったいないけど、このダブルタック絶対忘れるんで、ちょっと今回は守備練をやろう。いや、そうすると敏捷ポイントをくれるしぐれちゃんとかかなりいいよね。しぐれちゃん入れて5人で変化球っていうのも、まあ、もしかしたらありかもしんないですね。でしぐれちゃん入れると一応2回目で告白が来ればタイピンももらえますからね。タイピン1だけ使っとこうか。試合で頑張ってもらいたい。そうすると変化球ポイントが若干足んなくなったけど、キレだけ掴んどくかで大丈夫だよね。まあ、仮に負けたとしてもわずかながらの経験点で脅威の切れ味は取れますと。いつもだったらね、こう牙とかが敏捷ポイントくれてたんであんまり気にしてなかったんですけど、ワンアウトランナー一塁二塁という場面で宝塚、ネクストバッターサークルには菅沼、第2球投げた、ボール、はっきりしたボール、際どいところに飛んでくる。ちょっとだけ詰まったか。菅沼くんめちゃ強い。菅沼くんなのに足が遅いね。もともと足めっちゃ遅かったんだろうな、きっと菅沼くん。あ、しまった、カットボールだ、こいつ。岡村くんね、悪くはない。一般モードにしてはツーシームにやられたな。うわ、横田くんがクソ弱いんだよね。初球打ちました、クリーンヒット、横田ヒットを放ちました。俺に回ってくるのか。第2球、外角高めの直球はボール、カウンター2ボール。第3球をできないかな、やり方がよくわかんない。バントすれば勝手に走ってくれるのかな。持ちだ持ち、こいつ1番バッターか。怖すぎだろこの1番バッター。第2球投げました、見送ってストライク、カットボールか。バッター追い込まれました。第3球を投げました、危ない球。北斗もね、そう欲しいんだよね。投げました。打ちました。インフィールドフライになりました。掴みました。チャンスバツ。投げました。低め決まってストライク。第2球投げました。そんなもんは関係ない。コース引っ張った。スタンドに入りました。ちょっと危な。投げた。打った。打球は。ああ、やべ、これはゲッツになる。アウト。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁三塁という場面で初球を打った。今全身だった。黒金1点入りました。まあ、4対2。投げた体勢だったんだろうね。ファール。1球目ファールから第2球。打った。ライト前進。抑えた。3塁ランナーはタッチアップ。黒金。まあ、これだけリードあれば大丈夫でしょう。さすがに。さすがに。ソネ君。金押しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で宝塚。黒金1本打ってダメ押しといきたい。投げた。ダメ押し。いった。黒金2回戦を見事突破。スバル君なんか変わってんな。スバルも炎上するからな、こいつは。さて、この体力で練習できるか。ちょっと待って、使うもん使おう。いや、全部使っとこう。一応できるね。3人タックが1回が限界だったか。まあ、ダブルタックとかはやっぱりちょいちょい来るよね。バンドロメダ大西か、すげえ久々だな。絶対打
打てなさそうだけど、この能力だからね。これもう見るたびにさ嫌なんだけどガラスのハートとか。キュウリの切れ味取るでしょ。重い球も取るでしょ。あそっか、ドクター K も取ってなかったか。精神ポイントが少し不安な数値だね。お待たせ。ただね、やべ、強振でなっていこう。二塁という場面でやべ。カーブか。ネクストバッターサークルに控えているのは岩井。第2球投げた。これはボール。ワンボールワンストライクです。第3球。本当にね、大西のね、156球のね、回動がね、第4球を投げた。早いんだよね。バッターよく見ました。カウントは2ボール2ストライク。投げました。内角低め。空振り三振。ランナー1人を置いて迎えるバッターは岩井。この後に控えているのは、よし、ちょっと振り遅れたけど、能力に助けられたな、岩井くんの。黒金追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で入れたか。第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。これは出ていくね。インロー際どい球ボール、カウントワンボールワンストライク。投げました。外れた。ボール、カウントはツーボールワンストライクです。さあ4球目打ちました。いい当たり。これもちょっと詰まらされたな。黒金1点入りました。宝塚入りツーベース。黒金なおもチャンスが続きます。本当にゴッゴッゴッとか第2球投げました。あー早い。下がっていった。掴んでこれで3アウト。黒金追加点のチャンスを迎えました。ただこのまま頑張ってくれればノーアウトランナー1塁2塁という場面で何事もなく終わるんだけど、今日は三振とファールフライ投げました。打った当たりは取りました。ランナーそれぞれ1塁2塁に戻ります。ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。ボール、はっきりしたボール球。第2球投げました。ボール、カウントは2ボールノーストライク。投げた。打った。痛烈な当たり。よし、超えた。ヒットになります。取れる時に取っておこうというのはやっぱり4対0。さあ追加点のチャンスになった。チャンスもあるか。今日はファーストの初球から掴んだ。立ち上がったらホームへ向かう。黒金なおもチャンスが続いています。もう8番9番がしょぼいんだよな。初球外れても、投げた。しまった。インコース高めストライク。第3球を投げた。打ちました。ヒット。横田ヒットを放ちました。さあこれどうするか。バッターはピッチャー飯森。投げた。打ちました。とりあえず打ったけど。これで3アウト。無理だね。黒金。最後に1点入れられちゃったけど、まあ全然いいでしょう。72。まあ入るのは入るよね、それなりに。あ、そうか、でもスバルとか試合経験点ボーナス持ってこれだからね、やっぱりそれを考えるとピンチの時に投げた方がいいんだけど、打たれちゃね元も子もないからね。2位か、まあいいでしょう。中継ぎでいこう。中継ぎ全然足りてないからな。当分はちょっとこれアヘ編を試しながら中継ぎを作っていこうかな、まあ、やってては楽しいですね。アヘ編はやっぱりね、ダブルタック3タックとかが来てくれるとおおってなるんで、やってる分には全然楽しいっす。6100と、まあ、経験点も悪くはないけど悪くはないけど悪くはないけど、ガラスのハートなんだよね。強心臓とか取ってる余裕あんのかな、これ。コントロールとりあえず A にしておこう。中継ぎだから D くらいはちょっと欲しいね。で、変化球が164。なんか取れんのこれ。取れねえし。じゃあ変化球を使うやつなんかあんのこれ。大体取っちゃったよね。ジャイロボールとか取っとく。ちょっと他のを見よう。特に変化球を使うのないな。第2変化球じゃなくて第2ストレート、ムービングファースト。あ、そっか、俺センス丸になったのか、すっかり忘れてたな。ムービングファースト取るか。技術はわりかしあるから。あと変化球は65あるから、ジャイロボールが45。よし、これにしよう。で、精神系のやつはな、根性とかせっかくコツは掴んだんだけど、取ってる余裕は
ないよな。タイピンも2はね、欲しいっちゃ欲しいんだよね。ガラスのハートはもうちょっとそのままにしておこう。しょうがない、もうこれは。対左か。対左を1個押さえておく？ 2 個押さえておく？で、急速に回して、いい感じで、いい感じでまあ、使えるか。で、こんなもんか。まあ、一応こいつはリリーフに回せるかな。 S にあれば全然今のリリーフ陣は全然。ガラスのハートを持ってんのかまたこいつ。ちょっとじゃあ分かりやすいように、111でしょ、ガラスと、ガラス111と。よし、こいつを多分リリーフに登録できる能力にはなるはず、これであれば。というような、感じで、まあ、ちょっと黒金アヘ編ですね、もう少し、練習してリリーフを整えながら、まあ、上手くなったらまた、やっていきたいと思います。まあ、とりあえず、アヘ編デッキっていうのは変化球ポイントで稼ぎましょうと。で、それを技術ポイントに変換しましょうというような流れをやって、あとはどれだけ、3人タック、4人タック、もしくは5人タックを組めるかっていうところが、勝負になってきますね。なので、まあ、これもね、ダークネビュラ取れればもうちょっと変化球が、うまく振れたと思いますので、まあ、アヘ編デッキ自体は全然ね、あの実用性のある、デッキだと思いますので、変化球キャラを揃えなきゃいけないっていうのがちょっと辛いところではありますけれども、まあ、変化球キャラ、いっぱいいる方に関しては、やってみてはいかがでしょうか。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。